皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆史です。今日の雑貫はですね、隙間時間に何をするという、ちょっとそんな話をしたいんですけども、あのー、ちょっと先に結論、私が何をしているのかっていう、ちょっとそんな話をするんですけども、私がその隙間時間が 出てきたら何をするかというと、えー、次のタスクの準備をしますということにしています。なので、えっと、何かこう、あの、こう手帳術的に5分だったら何をしようとか、10分だったら何をしようとかっていう、そういう話ではなくて、えっと、もう、あの、次のタスクが 何やるか、えー、決め、決めているというか、決まっているというか、えー、そういうことなので、えー、そのタスクをどういうふうに処理しようかなとか、っていうことを、えー、する時間に当てています。あのー、これ、なんでかっていう、ちょっとそんな話が、まあ今回の話の、こう、ミソになると思うんですけど、あのー、スキマ時間が、まあ、出たときに、 うん、なんかすることを決めるんだっていう話の、その、うん、なんていうんですかね、その、デメリットというかリスクというのかな。とそれって、その、じゃあ、隙間時間がなかったらどうすんのって言った時に、その、その、なんかその、なんかって用意してたタスクって、それはどうなっちゃうのかなみたいな、やんなくてもいいのかなみたいな話になるんですけど、まあね、例えばその、5分、 だったらもう読書だよって決まっちゃってるみたいな、そういうことだったらまだいいと思うんですけど、なんかその、あの、実際にはやらなきゃいけないタスクみたいなものを、その、<laughs> 用意しといてっていう、まあね、その必ず一日の中でどっかでそれがこう入ってきちゃうんだっていうか、やらなきゃいけないんだとか、っていうことであれば、ちゃんとその、そのタスクはそのタスクとして、あのー、リストの中に 今日やることの中に入れときゃいい話ではあって、あの、なかったらどうするのかっていうところには、ちょっとその、対処ができないっていう、そんな話だったりとか、うん、あとはその、リストがこう何個かあったときに、その、簡単な、こう、リストから始めちゃうんじゃないか。要はタスクから始めちゃうんじゃないかな。で、その、なんか、 いつかはやらなきゃいけないんだろうけど、ずーっとそれが残っちゃってるみたいな、そんなことになりはしないかな、みたいな。そんなことだったりもすると思うんで、うん、私自身は、その、とにもかくにも、その、時間がなくなっちゃったらていうか、要は、隙間時間がそもそも <laughs> 発生しなかったらどうしようとか、えー タスクの中に入れてないことによって、それがこう急にね、緊急のことになっちゃって、でもそういう時に限って忙しいみたいな、えー、そんなことになりやしませんかみたいな、えー、そんなことだったりもすると思うんで、えー、まあちゃんとその、あの、やらなきゃいけないタスクだったら、えー、リストの、要は最初から、えー、隙間時間じゃなくてやるっていうふうに決めて、えー、リストの中にちゃんと、えー、備えておくと。 いうことが必要なんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、ちょっとね、私のその、やろうとしている、その、うん、次のタスクの準備というのも、えっと、それって、まあ、なければないで、あの、そのまま次のタスクに、あの、突入していくだけなんで、結局のとこ、あってもなくてもいいんですよね。で、えっ、ー、と、その、ちょっとした隙間時間だっていうことになったとすると、まあ、なんかその、あの、 次のタスクがその決まった時間じゃないと始められないみたいな、そんな話であったりしたら、まあそれはね、次のタスクをどういうふうにこう組み立てようかなとか、こういう手順でやろうかなとかって確認をしたりとかっていうことをすることによって、まあ次のタスクも効率的に、えー、進めることができるということになるとは思うんで、あのー、プラスにこそなりはれすれ、マイナスには絶対ならないと思うんで、まあちょっとそういう、こう、 あの、損をしない、うん、ことを考えておくっていうのが、うん、必要なんじゃないかなというふうに私は思いますということです。ということで、えーまあ、私の場合は隙間時間があったら次のタスクの準備をしますという、えー、そんなことを、えー、決めていますということです。ということで、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。 運のたかしがお送りしました。それでは。